はいみな、えー、さんこんにちはレクセンに越師の吉澤です2018年度、えー、司法書士本試験、えー、ですね、えー、迫ってまいりました、えー、この収録ですけれどもおそ,その週のですね火曜日に行っております はい、えー、直前の直前ですねで、えー、もう1週間切っている状況で、えー、皆様の方におかれましてはですね緊張感、えー、もしくは不安感にですね苛まれているいらっしゃる方いらっしゃるかなと思いますがあ今日はですねそんな皆さんにですね私の方から4つほど、えー、アドバイスの方をさせていただきたいと思います、えー、まず一つ目、えー、卓一式についてですけれども午前午後共通でございます、えー、自分の 解,きそう解けそうな問題から解くということですね、えー、一問目から解く必要はございません、えー、パラパラめくっていただいてですねあ、この分野僕いけそうだみたいなのはあると思うんですよね、えー、まずですねその自分がいけそうな問題から着手して、えー、その問題をがっちり取りに行くとそれによって精神的な安定がですねも,さもたらされるということでございますはい、えー、それでは二つ目でございますけれども二つ目はですね 自分の自信のある足だけで回答を絞る姿勢を徹底するということです。まあ、これはもう皆さんお分かりかなと思いますけれども、丸か×か、その三角ですよね、いわゆる、どっちかわからないなというのは、もう武器にはなりませんので、自分にとって自信のある知識、それだけを武器に戦う姿勢ですね、これを徹底していただければというふうに思います。司法処置試験は組み合わせ問題 これがあ多数を占めますのでねはい、えー、それでは3つ目でございますけれども、はい、3つ目ですね卓越式です、えー、回答を安易に変えないということですねはい、まあ、これは皆さんですね模擬試験等においてですね、えー、経験されていらっしゃるかもしれませんがあ答え一旦例えば2と書きましたとで、えー 最後の方でですね3に変えちゃってうわ2のままにしとけばよかったみたいなことですねよくあると思うんですけれどもやはりこの客観的なですねあの明確な根拠がある場合は当然回答は変えるべきです解答は変えるべきですね特にあの午前の部とか時間に余裕がある方もいらっしゃると思うんですけれどもだからこそですねあの回答いや2じゃなくて3じゃないかな みたいにですね思うことがあるわけですけれどもね、えー、買えるのはあくまでその客観的なですね理由がある場合に限定すべきかなというふうに思います。そのうちなんとなくこっちな気がするみたいな感じで買いとは買えない方がいいです。やはりあの僕自身もそうでしたし。 もしくはあ合格者受験生の話聞いてますとですね、やはりあの答えを書いたことによってですね、だいたい数字で表現するのは変ですがあ、7割ぐらい失敗してる気がするんですね。で、えー、その理由は何なのかなってこう考えてみた場合にですね、やはりあの人間はですね、自分の直近直前の考え直近の思考、えー、これを正しいと。 思いいたがる生き物ななんじゃないですかねだからあの2から3に変えるっていう場合を例にとりますとこの3だというふうに判断した自分の思考が正しいというふうにやっぱり思いたがるんだと思うんですよね。なので回答をこう簡単に書いちゃうとその結果しくじるということでやはりその客観的な理由がない限りですね変えない方が正解の確率は高いというふうに思います。 はい、えー、それでは最後4つ目のアドバイスですけれども記述式についてです。はい、えー、記述式ですね70問トータルで1問という発想ですね、えーまあ、ちょっとこれ変ですけど2問なんですけど実際はですね70問トータルで勝負するという姿勢をですね、えー、決して、えー、忘れないでください、えー、不動産から得って決めてる人商業から得って決めてる人別にそれはそれで構いませんけれども。 記述式のの難しいのはですねどちらの科目が簡単かもしくはある科目不等法だったら不等法のうちどの部分が簡単なのかっていうのは事前にわからないということですよね。で、えー、一つ安心させるために、えー、皆さんを安心、えー、させるために言いますと本試験の問題やはり、えー、ここ数年の問題見てますとね、えー、必ず。 基本的な知識で点を取れる部分用意してくれてますで、その場所がどこなのかがわからないということですねだとするならばですね難しいところにこだわりすぎて時間を浪費すべきではないもうこれはもう確かだと思うんですよねなのでこう70問トータルで少なくとも基準点突破というところをですね目標にぜひこう取れるところで取っていくという発想でですね 記述式大体、ま、いい100分から120分かける方が多いと思いますがその時間を有効にですね、えー、使っていただければというふうに思います。はい、えー、ということで、えー、アドバイスはあ以上になりますけれども、まあ、あの緊張とか不安、えー、当然これ、誰しもですね、えー、感じます、えー。ただそれは今まで頑張ってきた証拠、えー、でございますからぜひ自分に自信を持ってですね、えー、本試験に挑んでいただければと思います、えー、皆さんの検討を祈っております。